本日は第44回新潟ジャズストリートにご来場いただき誠にありがとうございます。開演前に皆様にお知らせいたします。ホールの客席ではご飲食はできませんのでロビーでお願いいたします。携帯電話、アラーム時計等音の出る機器は他のお客様の迷惑になりますので電源をお切りになるかマナーモードや音の出ない設定をお願いいたします。地震等の非常時には係員が誘導いたしますのでその場で落ち着いて指示をお待ちくださいますようよろしくお願いします。それではまもなく開演となります。どうぞごゆっくりお楽しみください。
ジクエリットメモリアル第44回新潟ジャズストリートにお出かけいただきまして誠にありがとうございます。数ある会場の中から私どもの昭和レトロジャズバンドを選んでいただきまして本当にありがとうございます。一応バンドの話をちょっとだけさせてもらいます。私が大好きだって言ってた昭和初期からね、昭和30年代ぐらいにかけての日本でも大流行したジャズとかジャズ風の、流行歌、服部良一先生ですとかね、そういった曲をやりたいって言いましたら、皆さんバンドメンバーで、ね、いろいろ賛同してくれまして、こんなバンドになりました。2018年の春に立ち上げてその、年から新潟ジャズストリートって、続けておりまして、もうずっと今回も連続で出場しております。県内各地で、演奏をやりたいという目標がございまして、例えばこの1年間ですと、昨年11月に糸魚川でライブ、今年3月には、新潟市のジャズフラッシュさんでライブを行いまして、なんと6月ほどついこの前なんですが新潟市で、ライブを行いまして、そうしましたら今日のお客様と同じぐらいの人数が入っていただけたということで、
皆様のこの街でも、少年とのジャズバンドを聞きたいなってお話があったらお声掛けいただければ、あの喜んで伺いたいと思っております。よろしくお願いいたします。ここでちょっと続けて本日の、注意事項を申し上げます。携帯電話、スマートフォン、これはマナーモードにしてくださいねって先ほど申し上げておりますが、まあ、写真撮影、録音、それから動画の撮影とかね、私どものバンドの場合はご自由にどうぞになっておりますので、よく SNS、Facebook とか X とかこういったものを今日こんな楽しいことやってたよっていうのを紹介していただければありがたいです。まあ、楽しいひとときをお客様と共有できることを喜んでおります。それでは演奏を進めさせてもらいたいと思います。お楽しみください。ありがとうございます。一応私が MC 担当ということで、まあ、いつも同じような話をしてるんですけど、今日最初はプログラム見て分かりますように君恋してということなんです。これがジャズなのかって疑ってる人はいっぱいいると思うんですけど、私はですね、この曲は日本の最初期のジャズソングだと思うんですね。なんとできたのは大正11年です。だもう100年以上前ですよね。で、最初今の歌詞とは違う歌詞で歌っていて、昭和3年に二村定一さん、今日配った資料に写真を入れておきましたけど、その方がですね録音してるんですね。ただ2ビートなんです。ちょっと早めなテンポでやったんですね。で、とってもヒットしたんです。で、その後その33年後の昭和36年に、今日は知ってる人がいっぱいいると思うんですけど、フランス永井さんが、今度は4ビートのスロージャズで録音して、これまた大ヒットしてるんですね。だからなんか歌謡曲だと思ってる方が多いと思うんですけど、これはもう紛れもない日本の最初期のジャズソング、和製のジャズソングと言ってまず間違いないと思うんですね。それで今日はこの日もやったんですけど、最初は二村定一のバージョンでリズムセクションだけで歌いまして、その後33年後のフランク永井のバージョンで演奏します。まあ、その違いもちょっと楽しんでいただければいいんじゃないかと思います。君恋してです。
ランク長いを思い出していただけたんじゃないかと思います。次はですね、私慣れてないけれども、はい、あ、まず日本語が問題かなと思うんだけど、あの頑張って日本語で歌うように、あの皆さん見守っていただいてください。 だいぶ慣れましたよね。まだです。時々間違えますけどね、あの許してください。ぜひ、はい、ケイさんの歌声はもう抜群なんでね、そっちを楽しんでいただきたいと思います。頑張りますので、ぜひよろしくお願いいたします。あら、ちょっと今ちょっと英語でちょっと発音してもらえますか。 OK、 バッターズ&バウス。これをですね、池真理子さんが歌った時にバッテンボーと聞こえたんですよね。バッタンス、OK、バッタンス。いつだっけ、1950年ですから、昭和25年ぐらいですかね。で、大流行りして流行語になったんですね。今日は知ってる人は何人かぐらい、そんな感じですよね。ちょっとあの懐かしい、これは実は西部劇の映画音楽だったのがですね、それであのアカデミー賞まで取ってるんですよ、この歌の。で、日本にも輸入されまして、1950年に池真理子さんが歌って大ヒットしました。私は子供の頃はまだ歌ってましたからね。私はあの池真理子さんの歌声を覚えてるんですけど、今日はケイさんの、パワフルな歌声でぜひ、このボタンとリボンをお聴きください。では行きます。頑張ります。よろしくお願いいたします。3人いるグループってないと思うんですけど、
で全部歌が入るんですよ。それがうちの特徴ですね。で今日は20章30章ができますから、それをこう真ん中でやってみようというそういう特集です。で最初は皆さんよくご存知の可愛い子なんですよね。では万歳さん知らないでしょ。ピーナッツのデビューした頃生まれてないですよね。まだね。そうですね。そうですね。これいつ頃でしたっけ。53年か。全然まだかけらもございません。59年だ。かけらもないんだ。まだこの辺で歌うって。私もっと知らないです。そう。いや、これもともとメイクライネットのシドニー・ベシエという人が作った器楽曲なんですけど、それでフランス語の歌詞をつけてシャンソンで歌われてたんですよね。で日本では1959年、ザ・ピーナッツが宮川泰司の編曲で音羽隆の作詞で、歌ったんですけど、これがピーナッツのデビュー曲なんですよね。ぜひピーナッツを知ってる人はちょっと思い出して聴いてみてください。かわいい花をします。これはもともとミュージカル曲のために泉拓が作曲したんですね。作詞出自は皆さんよくご存知の永六輔です。でその3年後に1963年に、皆さんよくご存知の坂本九が、再演しまして、その時にシングルレコードに入れまして、これが大ヒット、彼の代表作と言ってもいいですよね。今日は、この曲をですね、ピアノの佐藤さんが私と万歳さんのために編曲してくれましたので、その佐藤さんの編曲も聴きどころですので、
ぜひ坂本九を忍びながらお聴きください。見上げてごらん夜の星を。ごめんなさい、ちょっと楽器の交代があります。すいません、気づかなさい。ごめんなさい、気がつかないように。もう懐かしいですよね、あの航空機事故で亡くなってしまいましたので、本当に懐かしい人になってしまいましたけど、ぜひあの坂本九を皆さんで忍んでください。よろしいでしょうか。少々お待ち。まあ、あのライブというのはいろいろあの問題が起こりましたけど、まあ、これもあの楽しみの一つといってもいいんじゃないかと思いますね。これ1960年。そうですね、作曲が60年で、九さんが当たったのが63年。ああ、そうなんですね。私は小学生ですね。私はないです。ちょっと悔しいな。まだこの世にない。まだうちの両親に結婚しておりません。あ、そうですか。じゃあまだ空気ですね。じゃあ酔いができたみたいなので、見上げてごらん夜の星を。見よう
ていただけましたでしょうか。今でもよく歌われてますよね。今日は皆さんこれを知っていただいたと思います。次は今度は3人でね、何年か前から歌ってるんですけど、バイミアビッグシェイシャインっていう曲なんですけど、これはニューヨークの今世紀の後もう100年ぐらい前に作られたんですけど、もともとイディッシュ語というドイツ語の一種に書かれたんですね。で、東方のユダヤ人が話していた言葉だそうです。さすがニューヨークは人種のるつぼですよね。このイディッシュ語の喋る人たちのための劇場まであって、そのためのミュージカル曲としてこの曲は作られました。だけどあんまりいい曲なんで、レコード会社の人がちょっと売ってくれないかと言って、それを買ってきまして、それに英語歌詞をつけたのが皆さんがよくご存知のこの素敵なあなたなんですね。だけどタイトルの By Me and Mr. Shane っていうのはイディッシュ語なんです。ちょっとドイツ語っぽいでしょ。だけど中にはですね、イタリア語とかドイツ語が出てくるんですよね。だからいかにもそのヨーロッパからいっぱい人が来た20世紀初期のアメリカの感じが出てるんじゃないかと思います。では早速聴いてください。素敵なあなた。今日のジャズストリート、今日は3、
なんていうかな、2日間ありますね、ジャズフィー。皆さん、もちろんバンドの方々も、なんていうかな、準備で大変と思いますけど、お客様も回るの、すっごいいっぱいじゃないんですかね。でも、この2日間を楽しんでいただけたらと思います。たくさんのいろんなバンドがいますので、なんていうかな、この人、うまい、ではなく、楽しく皆さんの音楽を聴いていただけると嬉しいなと思います。 OK。 Then I'm going to give you my song. It's only a paper moon.
次は、アンコールの前の最後の曲になります。盛大な拍手をしてそうです。次はムーンライトセーラーですね。まあ、うちのバンドはレパルトリーの広さを誇っておりまして、この水曜日時代から君恋しまで演奏するバンドは絶対ないと思うので、最後はフレイ・ミラーの有名なムーンライトセーラーですね。フレイ・ミラーはもう第二次世界大戦中に亡くなっているんですよね。だけど戦後グレン・ミラー物語という映画ができまして、世界で大ヒットしたわけで、このムーンライトセレナーデは世界中で大ヒットして、今でもよく、スイングバンドが演奏している曲です。今日は最後に、普通は器楽曲で演奏される場合もあるんですけど、実はミシェル・パリッシュという人が歌詞をつけまして歌で歌われることもあります。うちのバンドは全ての演奏に歌が入ることになっておりますので、この曲を最初はインストルメンタルで最後に歌を入れて演奏したいと思います。ムーンライトセレナーデ。Thank you.
藤文明ベリーソングリーダーブラッシュカットドラムスメンバー吉尾アカリン・ヨリオアーツさん坂井秀夫ショーモン津田勝夫美しい太郎さんボーカル・ケイボーカル・万歳・マリコどうもありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がってまいりました。それでは予定準備、皆様のご期待と一緒に用意、アンコール曲演奏させていただきます。多少のやらせ感をもう時間がないので次行きましょう。よし。Tomorrow my day is mine. I'm not at all.
はい、どうもありがとうございました。